クリスマスの時期のオーチャードロードの夜景。オーチャードロードはシンガポール中心街に渡る道路である。またトップショッピングセンターエリアを指す。MRT ドビーゴート駅からオーチャード駅にかけてスコッツロードやタングリンロードのあたりはオーチャードロードエリアと呼ばれている。もともとは英国植民地時代にあったオリーブなどの果樹園と邸宅が並ぶ通りだった。オーチャードロード全長3キロを渡ると東と西の建物には相違が見られる。東側のドビーゴードのあたりはプラナ館建築物がある一方で西のオーチャード周辺はショッピングセンターやホテルが立ち並んでいる。オーチャードロードには高島屋と伊勢丹などの日系デパートとユニクロなど日系ブティックが並んでいる。また、ファッションブランドフォーエバー21やアジアで最大の売り場を誇る H&M もある。ハロウィン、クリスマス、春節など季節の行事に合わせて違った装飾が楽しめる。シンガポールナビ、オーチャードロード、シンガポールナビ、オーチャードロードを歩いてみよう。ありがとうございます。